春治は日本の漫画家。代表作は終局演芸児。18歳になったら上京して漫画アシスタントになろうと考えていたが、親が大学に行ってほしく美術コースのある大学に入学。大学2年生の時大学を辞め漫画コースのある専門学校に入る。専門学校2年生の時講師として入ってきたマイキーと親しくなる。 専門学校卒業後、マイキーに誘われ、講師になり、4年間勤める。その後、漫画投稿先の担当編集に、アシスタント先があると言われて上京するが、いざ上京すると、アシスタント先がないと言われ、居酒屋でアルバイトをする。その間、信仰のあったか、神京介のダンゲロスシリーズの執筆協力や、販売促進用の漫画のネームを描く仕事をする。また、 マイキーと井上高生のオモマンレーディを似てサブパーソナリティを務める。専門学校からの友人でジャンプ SQ で担当編集がついていた三輪の吉幸の紹介で漫画原作を担当し、原作絵と漫画三輪による読み切りハトシェプストがジャンプ SQ クラウン2016スプリングに掲載される。ハトシェプストの基本的な設定を引き継ぎ、 2017年3月より少年ジャンプにて終局演芸時の連載を開始。ありがとうございます。